2日続けて高見倉に登りました。山頂にある高見倉神社の祭事を見るために上がりました。しかし時間が遅く祭事は終わっていました。この高見倉神社のお祭りは1月4月7月の21日に執り行われます。また来年トライしてみます。残念。18万宮の。あ、そうですか。女性なんですね。なんと宮司さんは女性でした。暑い中を山頂までお疲れ様でした。今写真撮りました。今から切って、何軒いたの？90軒。下に持って降りて、下で行って、はい、で他のお供え物は今日の当番の人で分けるんですけど、あの餅はね、うん、90軒で夕方に子供会が、山のお下がりですって配るんですよ。あの5つの大きな行事があるとおっしゃってましたよね。はいはい、で3つは21日の。はい、そうです、そうです。それとお正月と。それから正月三が日と、もう一つ。2月の3日の節分。あ、2月の3日にあるんですか。はい。節分は晩にして、はい、で、あの、とんどいうてありますよね。よく1月の15日にとんどやります。はいはいはい、で、はい、ここは、なるいは、あの、とんどと言わずに、かがり日言うて、かがり言うて、はい、2月の3日の節分にここで神事して、はい、その神事した日を持っておりて、で、つけるんですよ。神さんの 日でつけるんです。それも、よそでは、他のところでは、田んぼに、長いのを支柱にして、はい、それで藁巻いてするんですけども、ここ高見なるいは広場のとこに高見倉の山から松の木を4本切ってきて、それを松の木を支柱にして、それに室とか蚊帳とか燃えやすいものを巻いて、で、神さん、ここの神さんの火でつける。そういうちょっと昔の伝統がありますね。ここ独自の伝統や、ね、行事やね、うん、山との関わりの、うん、そういう意味でね、神さんの日で、はい、締めて迷って、あ、しまったもんだ。しまったもんだ。ちょっと、はい、これで次は開くのは、次は今度はもう正月ですね。正月1日ですね、はい、大晦日に準備して、はいはい、でもう一つびっくりするような話をすると、はい、この大しめ縄、これね、はいはい、毎年大晦日に掛け替えてます、はい、でそれもお金出してできたものを買ってくるのではなく、あ、皆さんが鳴井の農家の方に、はい、藁をずっとこのしめ縄作るために、はい、天日干しにして、機械で刈るんじゃなしに天日干しにして藁を置いておいてもらって、はい、その藁で12月の初旬にみんなで力合わせてこの大しめ縄とか、社務所の下のあのしめ縄ね、はいはい、それから上がってきたとこのああいうしめ縄全部みんなで力合わせて作って、で毎年掛け替える。1年に1回。1年に1回。毎年。それも昔からの伝統ですね。手間暇をかけるんや。大変ですよ。ここの高見倉神社自体は宮司さんおられないんで、はい、で四方八幡宮と、はい、四方町の四方八幡宮と、ここつながり深いんで、はい、で1月の21日、それから4月の21日、はい、から今日の7月の21日、はい、宮司さんにお願いして、はい、ここに来てもらって、あ、その3回ね。3回ね。はい、この後の2回は、あとの2回はもう自分らで、宮司さんなしでね。なしで。はい、ああ、そうですか。女性の宮司さんって珍しいんちゃうか、うん、いや、珍しいです。ね、で、宮司さん、もともと四方八幡宮なんですけども、うん、結婚して来られて、で、その宮司さんが若くして亡くなられたんで、その後、継いで、宮司さんやられて、もう20年もってなるかな。
類とあの高見倉神社のつながりもう大昔からです、はい、うん、私ら生まれて物心ついた頃から親がずっとこういうのをやってて、もう江戸時代から続いてるんちゃいますか、ね、いつからっていうのはね、はい、歴史あるんだよね、歴史あるんだよね。もうね、今若い人がどんどん出て行ってもてなかなか、しかもこういう平日にやるんで、本当やね、人もね集まり悪いんやけども、でもなんとかね1年でも長く続けたいと思ってね、頑張ってます。長谷川さんはもうリタイアなさって、今ね63で、仕事も2日に1回行くだけなんで、ああそうなんですか。なんとか都合つくわけですね、普段の日でも、今日みたいな日でもね、はいはい、ああそうですか。見せますけども、ここに御水跡って書いて、はいはいはい、看板、古い看板やけども、はい、このこうせり出したこの下が地質学者が調べたらこう、ここからは見えないけども、こう円錐型に掘られて穴があるんです。おそれが自然に掘れたんじゃなしに、はい、人工的に掘られたと。でここでちょっとその先行きますか、はい、それで水が出るんですか。いや水は出ないです。出ない。要は雨水を貯めるために、貯めるためにね、縄文時代の人が掘ってるんです。縄文時代、縄文時代ですかな。へえ、すごい古いんやね。その雨水は何に使いよったんやろね。ああそうなんだ。ここに電気屋の風屋さん、これね、はい、はいはい、みんな普通にみんな何気なく、あ、水溜まりやな、はいはい、思います。これ地質学者が見たらこれ人工的に掘られとんですわ。ほう、もともとまっすぐやったやつ、はい、で明らかに地質学者が見たらこれ鉄ができた時代、何時代になるかちょっとまだ調べなあかんけども、鉄でこれ掘られてるんです。おで古代太古からここ神さんがおってやって信仰されてたんで、はい、で神さんにこっから先神さんに会いに行くためにこういう雨水を溜めて、まずここで手洗うやつ、自分の体を清める、神さんに会わない。はいはいはい。だからもう何十年、もしかしたら何百年かかって掘ってるんですわ。雨水を、自分の体を清めるために。だからこれが、ちょっともう、ここも同じように、そっちと同じように看板立っとったんですけど。ああ、看板なった、ね。倒れてもとるんですけども、これが、みそぎ跡。はい。へえ。で、ここでまず自分の体を清めて、はい、さっきの御水跡って書いてある、みもひ跡。そこで溜まった水を、組んで神さんに水をお供えするために、要はもうただもうここも古代から信仰されてたと言われてるだけじゃなしに、その信仰されてたという証拠になるんだよね。ある、ね、そうやね、そういうのも、はい、神社にあるお参りする前に手洗うの、それの、原型みたいなもんやね。原型ですよね。はあ、そうですか、うん。ありがとうございます、はい。貴重なお話。今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。